たせしました。あ、なんかちょっと待って、顔が激しい、ちょっとちょっと顔が激しいに挑戦します。すいません、顔が激しすぎたこんばんは、お待たせしました。どうですか無限ループ短い BGM 無限ループだ洗脳される。こんばんは、お待たせしました。本日はですね、私のチャンネルチョモンチ初めてのプロモーションをやっていきたいと思います。ちょっと初めてのことばっかりですね、今日は。いろいろあるかもしれないんですけど、温かい目で見守っていただけたらと思います。声入ってますよね、今日はちゃんと声入れないとね、やばいですからね。このゲームが、このゲーム知ってる方います？ちょっと曲変わんないかな、なんか一生この短い BGM のループなんですけど、サトボックスかな、 SATBOX さんっていうところが開発されてる寿司ショットっていう任天堂スイッチのゲームで、スマートフォンとかでもできるかな。この寿司ショットは任天堂スイッチ限定ですかね、わかんないんですけど、なんかいろいろ有名な方もやってるみたいで、やってみようと思ってあ、じゃあやりますみたいな感じで今日はやってみようと思います。適当やなちょっと待って、音がでかい、はい、どう、寿司音7どうですか、やり直しこんばんは、どうですか今。いつものロマンシングサガリユニバースの音量調整にしてみました。ちょっとこれさっきのはね、何でしたっけ、アクトレイザールネサンス用の音量調整だったんで、ちょっと BGM バカでかかったと思うんですけど、今どうでしょうか、マシ。にひみさんこんばんは、まったり見ますし、ありがとうございますし、食べたいお寿司、危うく脳がどうにかなりそうだったよかった、ちょうどいい、もうちょっとだけじゃでかくしようかな、またなんかあったら教えてください。やばいやばい、教えてくださってありがとうございます。猫猫さんこんばんは、仕事しつつまったり星座待機お疲れ様です。あ、今日も仕事ですか、いつの間にか登録者数が6400人、ありがとうございます。6400人に無事愛なりました愛なりました、本当にご登録高評価などありがとうございます。セブンさんこんばんは、癒しの寿司職人見に来ました、プロモのご褒美に寿司食べました、あ、いいですねプロモのご褒美に寿司お願いします。シルビーさんこんばんは、ちなみに寿司のネタは何が好きですか、私の声が聞こえてきた、よかった。エレンさんこんばんは、先のことを考え修行してらしたんですね、先どれ、腕前を拝見しようじゃありませんか、いや任せてほしい、自信ありますよ。27さんこんばんは、とりあえずサーモン、炙りサーモン、とろサーモンを2貫ずつください。あー、いますよね、同じネタしか食べない人それさっきもやんっていうのを一生やってるという、その口ですか。クラッシャー嬢さんこんばんは、今夜は地方大将のおまかせコースでお願いします。なんだって、おまかせコースって大体高いやつじゃないですか、食うぞ。お支払いはもしや私。今塚さんこんばんは、野田さんこんばんは、思ってた以上に威勢のいい BGM 愉快な BGM。 テシヤモトさんこんばんは、とりあえず今とてもなく、とてつもなく縁側が食べたくなりました。あ、ちょ、いいですね縁側、あ、変わった BGM、 これにしよう。縁側はこの間院長からもらったホワイトデーのお返しで、銀の皿のね、名前出していいか分かんないんですけど、銀の皿のお寿司に縁側入ってました。捨ててこたらさんこんばんは、魔女宅やってるんだ今。マソップさんこんばんは、しめ鯖と小肌ください、へいお待ち。寿司握るのってさ、めちゃくちゃ年数いるんですよね。チモさんが始めるまでこの BGM が流れ続ける定め流れ続けてしまいました。ツナさんこんばんは、炙り系のお寿司が食べれる配信はここですか。私炙りあんまり食べないんですよね。ヤムさんこんばんは、バリさんこんばんは、そう顔がちょっと顔のサイドが激しかった、
高木さんこんばんは。寿司食いね、それは寿司食いねのネタってなんだっけ。沢川さんこんばんは。そう、え、大丈夫かな。面言で寿司握る、やばいねぐちゃぐちゃじゃん。落ち着いた BGM になった。チョロリノさんこんばんは。縁側に始まり縁側に終わる、それはマイルールです。え、そうなんだ。私くら寿司とかスシローで縁側頼んだことないんですけど、食べる人って本当にあの白いやつ好きですよね。白身魚というか、結構縁側ってあっさりしてるのに油が乗ってて美味しいですよね頑張れゴエモン。小田さんこんばんは。チラ見て高評価しに来ました。寿司屋のゲンさんですか。こんばんは。寿司屋のシモさんです。高校生時代に回転寿司でバイトしてました。あ、そうなんだ。シャリが規定より2倍の量で店長に怒られたのはいい思い出。え、握ってたんですか。機械でウィーンって寿司出てくるんじゃなくて。 N ジミさんこんばんは。私も初手で縁側5枚からスタート。そんなに初手多いな。なんだかんだ一瞬まで、あ、卵派。卵もあんま頼んだことない。炙り食べないんかい。縁側美味しい。でも好きなのはサーモンと大トロ。いや、わかる。サーモンと大トロ。大トロちょっとね、高いとこでは我慢してちょっと安いトロにする。わかめちゃんさんこんばんは。このゲームは寿司食べ放題ですか、握り放題ですか。ね、寿司作り放題かな多分。たまたまたま、そしてたま、た、え、卵、軍艦のみ機械、あと基本握り。それってさ、高校生がやっても OK なんですね。なんか数年必要なイメージだったよ。渋が期待の曲、あ、寿司食いね。さすが世代回転寿司でエビ天の握り頼む。へえ、エビ天の握り。それ寿司ローかあれですか、くら寿司ですか、それともっと高いところ。カウンターで握って出てくる縁側は最高。それ縁側以外も全部最高のやつじゃないですか。カウンターで握って出てくるやつは。縁側はばかり食べる塩。え、縁側大人気なんですか。え、宮田さんこんばんは。ベタですがハマチとブリ4万円が好物です。え、4万円、どういうこと、どんな高級店。タケロさんこんばんは。頑固な寿司職人チモさん爆誕許さねえよ、敷居をまたいだからには。今日のおすすめ食べて帰らないと許さねえよタイやアジが好き。あー、あっさり系。ガンタさんこんばんは。いつも甘エビ、縁側、アナゴから食べる。へえ、甘エビ、縁側。縁側大人気すぎちょっと今まで食べてこなかったのもったいないですね。ハセシーさんこんばんは。なので基本私が握る寿司は箸でつまんだら全て崩れてしまいます。美味しかったらいいんだ。え、でもそういうの大事なんでしょうね、きっと。箸で掴んだ時のちょうどいいフィット感と崩れなさと、そういうのが、まあ、美味しさにつながってるという、そういうわけですね。いや、でも今日初のプロモーションに来ていただいてありがとうございます。角代わりさんこんばんは。白身大好きです。え、そうなの、白身大人気。縁側が気軽に食べれるのは回転寿司くらいですか。そんな高いんですか縁側。え、今度ちょっと高い回らないお寿司屋さんで縁側食べてみたいな。ブリブリ、ファイヤーブリ、そういうことですよ。確かに私のブリは高いですからえ、じゃあさっきエレンさんが言ってた数万円って、ちょっと待って、そういうこと、待って待って、ハマチとブリ4万円、そういうことねタクさんこんばんは。アキカンさんこんばんは。中トロだけあれば酒飲む。中トロは美味しいですもん、本当に。てかトロがつくやつ全部美味しい。あ、バリさんありがとうございます。とりあえず卵に皿ください。え、ちょっと待って、卵あるはずですから。で、あのこのゲームちょっとだけさっきギリギリでやってみたんですけど、すごい既視感あると思います。どんなゲームかっていうと、まあ果物が寿司になったバージョン皆さんご存知、果物をね、果物を上からコロコロ落として、でなんかどんどんでっかくなっていって、最終的に緑と深緑のしましまのでっかいやつになる、あれの、寿司バージョンかつ上下逆バージョンですヒント、果物が寿司になった。
今日はスーパーの格安ぶりの刺身を食べました。あ、いいな、ちょっとお安くなってんの。大将、今日のおすすめは、それはぶり4万円ですよ。あ、いや、これタイトルに書こうか悩んだんですよ。ちょっと既視感のあるゲームみたいな。でもさすがにプロモーションでそんなこと書いたら無礼すぎるかと、もう二度と私のチャンネルに訪れてくれないよと思って、あの、遠慮しました。何のことだ、何のことか私もちょっと記憶喪失です今。ありがとうございますバリさん。そうそう、寿司を持ち上げる、あ、打ち上げる、そう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 、寿司を下から上に打ち上げるからショットらしいです。寿司食べたくなった。何食べる？大将、手洗ったか？いや、手洗いは私任せてください、医療従事者なんで。そこらの手洗いよりもめちゃくちゃ綺麗にする自信はあります。爪のね、付け根が汚れ残りやすい。案件でその題目は攻めすぎ。みんなでがあるってことは対戦もできるのか。そうみたい。しかも最大4人ぐらいでできるらしいですよ。あの、某果物のやつは多分2人までだけど、対戦確か4人、あ、4人までできる、すごい斬新なゲームなのから。斬新、そう、まあまあまあ斬新ですね。確かにまだ斬新。ねむちゃんさん、こんばんは。タコの握り食べたくなってきた。私タコの刺身大好きなんですよね。そうね、ゲームはねたくさん作られているからね、既視感あるやつもそれあるさ。そうなんよ。ということで、早速やってみたいと思うんですけど、どうしようかな。スコアアタックですよね。まず対戦はオンラインか。ランキング、どれどれランキング、あ、これ自分のやつか。なんかここも既視感あるな。称号が4500以上が達人、4100が名人、あ、達人、名人、職人、馬人。だって上から4つ目なんですか。馬人、熊人、熱人、祭人、知人、平人、新人。おお、とりあえずまず達人ぐらいから狙っていけたらかいいかなと思いますね。一皿5000円の大トロが食べたい。そんなのあるんですか。一皿5000円の大トロ、もう大トロ以外食べれないですよそんなね。最終進化が気になる。あ、それも見ていこう。マグロか。今日食べたアナゴの釜飯が美味しかった。何いいもん食べてるんですか。菌を虐殺することに定評のあるチムさんのお手紙。あの、常在菌、いい菌も殺しますからね。あ、ジュナさん、こんばんは。赤貝の紐ありますか。ないし、頼んだことないです。ないし、頼んだことない。赤貝の紐って何ですか。わ、もう始まる。せいさん、こんばんは。ちょっと待って、もう始まるんですけど、右が、あ、これ制限時間ないんだ。 OKOK。 なんか見たことのある表が右ですね。最終形態は大トロかな。大トロ6000円って言われました。え、どこで？行きつけのお店ですか？もしや、恐ろしい。マック食べてるのに寿司食べたくなってきて、いいね。食べに行きましょう、食べに。せいほさん、こんばんは。お寿司何を握ってくれますか？まずは、てか、あの、私が握ろうと思ったけど、もう握ったのが流れてきてるんですけど。軍艦が多分、ネギ？え、マグロ？マグロの軍艦と、きゅうり巻き？カッパ巻きか。カッパ巻きとマグロの巻きがあって、その上が何これ、いなりと、これ何でしたっけ、ネギが細長いやつ、これなんて言うの、細長いネギ、九条ネギ、違うか。右下のやつ、これ美味しいですよね結構。多分そう、一番上は大トロかなって。で、卵、はい、サバ、押し寿司で、サーモン、エビ、ウニ。ウニの上何？あ、芽ネギ、芽ネギ、芽ネギ。築地のお寿司屋さん、ランチしか行けなかった。絶対いいじゃないですか、築地。でかいイカが見え隠れしてる。あ、この寿司レベルが上がるにつれでっかいんですね。九条ネギはこの間ちもさん食べてないです。あれって九条ネギなんですか。ライライ亭のやつ、アナゴかな。
アナゴっぽい。あ、タレかかってるか。アナゴとウナギってどうやって見分けるんですか。で、アナゴとしたらアナゴ、イクラ、大トロかな。この店値段がわからん。アナゴさんガブルは、まあ、同じですよ。要は同じですよ。下から上、下から上に上がるか、上から下に落とすか、果物か寿司か。アナゴさんは27歳、ツナさんは何歳。あ、フグタくん、アナゴはウナギより細長い。へえ、アナゴの方が細長い。どすこい。そう、矢印でこう、ゲームのタイトルが寿司ショットだから、これどんな原理でショットしてるのかちょっとよくわからないんですけどね、食品に対してなんてこと。ほら、おー、いいんじゃないですか。あの流行りの落ち物ゲームっていうか、いや、なんていうあれだったかな、ゲームの種類、マージマージなんとかっていうね、あのゲームの種類に名前があるらしいんですけど、そう、メールをねいただいたんで、そこにゲームの種類が書いてたはず。マージゲームっていうらしいです。同じ種類のオブジェクトを結合またはマージして、より高度なオブジェクトを作成するパズルゲームの一種。パズルゲームをやってるらしい。それマージでやれるやつ、どういう空間なんだろう。一回り上、アナゴさんの方が年下。アナゴの年上か。そうですね、うちの寿司屋は食べた後にお勘定を支払うタイプの寿司屋ですね。こんなんでいいんかな、めっちゃ適当にやってますけど。あ、いいんじゃないですか。でもうまいのでは。あ、もうすでにこれ大トロできるのでは。最初から達人いっちゃいますね。達人だけスイカ巻き握っとくれ。ピピー、イカまでが出てくる。あ、かな、イカまでが出てくるのかな。それか待ったら後半になったらイクラとかが出てきたりして。あー微妙。あ、いけるかなこれ。サバ、これサバ。あ、芽ネギ出た。芽ネギ、芽ネギと稲荷は違う。これさ、果物のやつだったら上から下じゃないですか。これ下から上の方が視覚的にちょっと難しいかもしれない。こう見上げるよりも上から下の方が、あー多分やりやすいんじゃないかなと。だから果物より難易度高いかもしれないですね。おー、うまい。サーモンか、これっぽいですね。めっちゃサーモン、切り身ちゃんみたいな。うらー、いいじゃないですか。まさしく果物のそれすぎて草。察しのいいガキは嫌いだよ。これいけるかな。バウンドバウンド、あー入った。ワイは寿司は醤油つけない派ですけど、消臭派かな、消失派かな。え、ワイはね、寿司は醤油ダクダク、うー、うますぎ。うますぎ。これはどういう原理で天井にくっついてるんでしょうか。困ります、お客さん、こんなことされちゃ。いいね、ウニでけ。ウニの存在感がでかい。私ウニ大好き。どういう重力が働いてるんだ。上下逆と考えたらいいんじゃないですか。天井から寿司が流れてきて下に落ちてる。おかしいな。バッテラ、あ、バッテラか。ポインポインポイン、あー、もうちょっと、いや、うまいのでは。ここにさ、間に入れましょうよ。あ、天才すぎる。あ、天才すぎる。あー、天才すぎる。もうちょっと。これさ、スイカと同じ原理であれば、果物と同じ原理であればちっちゃいものほど重いはずなんだけど、ここや。マグロとマグロで消えるんかな。あ、確かに消えちゃうんですかね。消えてスペースができる。あー、あららららら、パズルボブルみたい。何ですかそれ、パズルボブル。
芽ネギ、芽ネギ、え、どうしよう、こっちかな、やっぱりね。いいウニじゃないと臭くて苦くて食べられません。あ、なるほど、いいウニをしょっちゅう食べてるんだ。あーね、皆さんそういうあれね、慣れてるんですね、美味しいものに。スイカ言ったらあかん。口が滑っちゃった。あ、画面ひっくり返したら攻略しやすいかも、確かに。コイン、画面上下反転してもらっていいですか。なんかさ、皿が上から落ちてきそうで、それはそれで不安定じゃないですか、気持ちが。一回ふるさと納税とかでいいウニ頼んでみたいですよね。うまい、うますぎるよ。ウニといくら苦手、どうして、どういうところが。次イカにしたらいいのか。うら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 。あ、いきなり効果が入った。巻物が渋滞してるね。チーモさんはお好きなネタから食べる派でしたっけか。私回転寿司だったら好きなネタから行くかな。あー、間違えた。でもあのみんなで桶囲んで食べるやつだったら最後に残すかな。なんでだろう。ウニでかすぎ、笑うと圧迫してくる。どうしよう。このさ、芽ネギと稲荷が別々に分かれてるのがよろしくない。まあ、最終的に卵に合体するのか。お、お寿司じゃないけどおはぎだけは死んでも食えません。なんで、なんでおはぎ、何の恨みがあるんですか、おはぎに。私はおはぎは好きでも嫌いでもない、普通ですけど。悩むな。え、これでサバとバッテラとバッテラでイカか。イカ、イカ、イカとイカでサーモンか。じゃあこの辺でいけるか。あ、いけるか。あー、くっつかない。おはぎ食べられない旅、 Y 以外にもいてほっとした。なんで、粒がダメ、もしかして。粒あんが、え、どっちなんですか。好きなネタから行くか、最後に残すか。なんか前聞いたことあるかも。あんこが死んでも無理。え、粒でも腰でも、どうしよう。この辺、え、あんこ嫌い。昨日私豆大福を朝ごはんで食べてましたよ、職場に持ってって。一口だけかじって、その後放置してたらお昼にパリパリになってました、大福の外側が。ちょっと悲しかったですね、あれは。泣いた。おお、え、もうちょっと、すごい、すごいぞ。うまいのではこれ。好きなネタをバーッと食べる。好きなネタは先に食べる。え、もし回転寿司じゃないちょっといいところで、アナゴができた。言った。ちょっといいところでさ、あれもこれも食べたいけど高いってなったらどうするますか。どうするますか。どう覚悟を決める。もう払ってでも食べるか、好きなものを。もうこれだけは絶対食べたいっていうのだけにして、他はちょっとリーズナブルなやつにするか。おい、おい、いや、よい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 よ、うまい。ね、唐突なフグ太くん、アナゴ。コシアンは好き、赤服のお土産よりし。いや、わかる、私もコシアン派ですね。あんこ餅王国三重、ほんとだ。三重県の人ってみんなあんこ好きなのかな。あんこと米を一緒に食うっていうのが意味わかんない。あ、なるほどね、そういう考えもあるわな。イカ、ちょっとどんどん下に来た。このね、なんか下の赤ラインを越えたらダメらしい。
好きなネタは先に食べる。ネルソンさんこんばんは。ショート動画見ました。今日はまさかの寿司ゲーム。そうなんですよ。今日はあの企業の方にこれどうですかってメールをいただいたので、初めてそういうのでプレイしました。なんか今までそういう系ちょっと怖くてやったことなかったんですけど、なんかいろんな人がこれやってるのを見てやってみようかなってなって。実家でおはぎたくさん食べたばかりです。え、もしかして手作り？うまい。値段気にせず食べます。リッチやん寿司に関しては。あ、この予算でお願いしますって交渉する。なるほどな。あの交渉するお店という知識がなかったですうまい。あんこ嫌いな人ももちろんいる。三重には。ほい。これね、あ、ちょっと待って。きゅうり、あ、きゅうりと鉄火巻きが、そうそうそう、マグロの巻物ってなんて読むか思い出せなかったけど、鉄火巻きだ。今すって出てきた。こうしてサーモンにして、ちょっとサーモンが散るなぁ。フグ太くん、もう一個作っときたいですね。そろそろ7、そもそも7皿しか食べられないので値段気にしないです。7皿？え、小食でしたっけ。2173はいいんじゃないの、いいんじゃないの。あこっちにしたらよかったかな。寿司はたくさん食べたいから回るところがいいのは悪いです。まあ確かにそう、安心感はありますね。いっぱい食べても大丈夫。あー、鉄火巻きが邪魔すぎる。僕は20皿食べすぎ。初見の店はとりあえずコースとかおすすめ。あ、なるほど。だってサーモンをここで作りたい。でサーモンとサーモンでエビにしたい。いけ。あー、なんでー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 なんで、どうしよう。次イカ来た時のためにこの辺に投入。いやーねー、食べ放題で72皿食いました。20年前にね、72皿。え、寿司の食べ放題とかあるんですか。それもうチャンピオンじゃないですか、その店の。野菜なのにスイーツにしてあるようなものが苦手なのか。え、どんなやつがある。きた、これでエビにして、エビにして、きた、ウニになったが、なったはいいが、この後ですよ問題は。イカ来た。胃の大きさが70代のおじ茶素です。おじい茶素です。それ70代になった時になんか食細すぎて栄養失調になるやつじゃないですか。おお、いい。あー、ダメだ。ショットミス。サーモンピーチ、若い時はたくさん食べましたね。55皿だった。食べますね、懐かしい胃が小さくなっちまったのかい。ここでサーモンを作っときたいが、終わりが近づいてくる。結構ありますよ、寿司の食べ放題。へえ、どういうお店で。あのワールドビュッフェみたいなところで寿司もあるみたいな、じゃなくてお寿司だけ。72貫ね。あ、72貫。お、あ、すごい、これいけるのでは。ちょっと待って、いくらいくら。私いくらが大好きでね、いくら何を隠そう、私はいくらが大好きでね。あ、いくら作りたい。いくらって桃みたいなもんですか。パイン。タムさんこんばん。ブルーベリーアイはないんだね。あるわけないじゃん寿司屋にブルーベリーアイあるわけないじゃん。やるのかな、健康目的で。寿司食べ放題専門の店。え、どういう名前のお店
確かに、寿司詰め状態になっちゃった。おいいんじゃないの、あーちょっといいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんじゃないの。この下のクズクズのやつなんとかしたいの。クズクズのやつら、これうまいこと。お、来た、おや、いくらできた、すごい、ペツンっていくらできたし、ウニがあるし、これはもううまくいけば初手大トロいけるんじゃないですか。うますぎ。寿司専門の食べ放題、関西にあるか知らんけど、絆寿司初めて聞きました。絆寿司、それさ、ネタの大きさ、薄さどのぐらいですか。あ、京橋とかに絆ってあるけど、え、こんななんかリッチそうなとこが食べ放題、違うか、こんなん食べ放題なわけないか。なんか特殊なお皿に、てか白米じゃないところってさ、だいたい高級なイメージ、もう寿司のお米に味付けてますみたいな。食べ放題大人数でいて、トロ20、サーモン23トロとサーモン大好きやん。おらおらおら、あー微妙かな。ちょっと、いや、ちょっと慣れてきた、この果物の逆バージョンも。あー、惜しい、エビとエビでウニができるのに。うわー、ここだ。おーおーおい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 、うまい煉獄さん、私はイクラが大好きでね。どうしようかな、ここでイカ作るか、もうこっちに革命を、いや、ちょっと待って、こうだな。おー、いい、うまいんじゃないですかうますぎなのでは、これもしかして。あー、芽ネギ邪魔だな。でも芽ネギってちょっとテンション上がりますよね。ちょっといいお寿司屋さん。ほいん、ビャー、まい、赤酢ってやつ、赤酢。チモさん、はいとかちゃんとかバブーしか喋れないのか。ちゃん、あ、池袋にあった、あ、赤酢なんですね。その赤酢で逃げられてるシャリは高級店なイメージ。なるほど、赤酢か。なんか前院長に、患者さんがお寿司屋さんやってる、一人でやってるところがあって、前さ、なんか話したことある。あそこでほら、三重県のお酒のザクを初めて飲ませてもらって、ビャーうまいってなったんですけど、そうそう、そん時にその赤酢で逃げられてましたね、確か。なんかもうお寿司に味が染み込んでるやつ。あー、いらんことしたかも。おろろ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 ろ、あー芽ネギなんて初めて見たわ、本当に。なんかね、そう、芽ネギがあれば高級なイメージです。勝手なイメージ。おかくさん、こんばんは。バズるボブルでもないのか、そのシステム。え、なんかそれさっきもおっしゃってましたね、確か。バブルボブルってなんだ、こういう系の組み合わせるやつ。突然のアナゴさん来た。東京ですが、ひな寿司は食べ放題ありました。ひな寿司ですね。食べ放題とかいいんですか、そんなことしちゃって。高級寿司食べ放題、いくらですか。みんなめっちゃ食べちゃうけども、私ね、食べ放題むっちゃ食べちゃうんですよね。めっちゃ食べて後でむっちゃ気持ち悪くなんか血の気が引くぐらい気持ち悪くなる潰れたゴールデンバームみたいな。確かにタレがゴールデンバーム味がある。ゴールデンバーム味がここですね、ここ。あー、くっつけたかったのに、うらどけ、ダメだった。ポインポイン、ここか。
アナゴさんとイクラチャーン。あー、左がちょっとね、なんか起こさないと、左でエビなどを作らないといけないですよね。こっちにイカ行くか。なんか上でくっついた。握手かな、どうだろう。あー、右が詰まってきた。こう、はい、サーモン。こだちゃんさん、こんばんは。大トロチャンス。食べ放題は前半飛ばして後半ぐったりになりがち。いや、わかる。食べ放題のうまい食べ方教えてほしい。いや、食べ放題ならしばらく寿司食べれなくなるほど食べる。どんだけ食べるんだろう。なんかさ、サバ缶さん結構あのさすらい屋さんでもすごいモリモリなやつ食べてたイメージ。埼玉大宮には晴れの日っていう食べ放題の寿司もあるし、探せば大きな町ならあるんじゃない。あ、じゃあ大阪結構あれですね、梅田とか難波とかありそう。でも激混みしてそう、どこも。どうせ激混みしとるんや、どこも。あら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 、やばいですね、詰まってきたな。発射位置変えたいな、発射位置。あららららら、あららら。昔は小僧寿司かなり見せようかと。ああ、小僧寿司チェーン、なんかさ、ドラえもんとさコラボとかやってましたよね、小僧寿司。今はもうないんですかね。あ、お、え、いい、いけ。意味なし、意味なし。おお、うぬぬぬ、ここかな。これ、こっちに行けるかな。これは積んだか、まだまだ。全国か分かりませんが、スタミナ太郎は焼肉だけど寿司も食べ放題。焼肉と、え、焼肉と寿司の食べ放題ってもうどっち優先したらいいんですか。スタミナ太郎、スタミナつく前に胃がおかしくなる。食べたいけども。大宮の絆寿司閉店しちゃった。あれだね、チモさんうまいね。褒められたず。あ、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 褒められたから調子に乗った。これいける。あ、どう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 。イカが、あ、でも飛んでた。あ、ギシギシしてる、ギシギシしてる、とっても。ちょっとこれ死ぬかな、ここ置いたら。イカイカ、ここにサバを2個置いて、この辺にね。あっ、赤い線ギリギリまで行ったらプルプルするところまで、果物のあれと一緒ですね。あ、平民らしい、平民。小僧期間に果物のあれ。大阪心斎橋に寿司鉄って食べ放題の店ある。へえ、心斎橋なら行けるかも。寿司鉄、以前何回か行ったことあります。いっぱい食べれました。スタミナ太郎の寿司はネタも薄いし、あくまで寿司もあるって程度のやつだけどね。そんな、そんなことをスタミナ太郎の店員さんが見てたらどうするんですか。絶対見てないけど。味よりも種類の多さと安さ、なるほどな。質より量、いっぱい食べたでって思いたいとき、うん、ポンポンがパンパンや。大阪でも大人気のスケさんうどんもなかなかのメニュー。あー、スケさんうどん、スケさんうどんね、全然見たことないんですけど、なぜか配信でよく聞く。スケさんうどん、やったぜ、1位だ、本当だ、ランクイン。しゃ、平民だ私、一平卒だこれ。やっぱこれもまずは3000目指すのかな。3000だと能人、え、なんて読むんでしたっけこれ、それとも馬人、どの辺目指したらいいんでしょうね。
スマホでできるやつなら並走してみようかな。スマホであるのかな、ちょっと見てみてもらっていいですか。スマホであるのかわかんない。スイッチではある。おはぎも美味しいよ、すけさんうどん。三重県のすけさんうどんだけ赤服なのかもしれない。フードロス。フードロスだ。罪深い。寿司鉄で25皿ぐらい食べたような気がします。それってあの2貫ずつ入ってるんですか、それとも1貫。これ対戦とか誰も持ってないですよね、でも。誰もこのゲーム持ってませんよね、スイッチで。持ってるわけないか。持ってるわけないかとか無礼すぎるけども。もう一回スコアアタックやろうかな。あ、なかった、似たゲームあったけど笑った。持ってない。持ってるって言われたらちょっとなんでってなるとこだった。まあ初手ポイポイいっちゃいましょうか。こうどこでもショットできるように並べて。目標マグロ、トロね。あ、トロはマグロ、そうですね、作りたいですね。トロ、マグロ、同じや。福岡のソウルフード、あ、福岡発祥か。ネギ、ネギ、お、いいんじゃないですか。このいなりと芽ネギを近くに置いても邪魔になり合うだけだからやめた方が良さそう。寿司鉄は確か2貫ずつでした。ただここ数年行けてないので価格高騰でネタが少し小さくなったりとかなってるかもしれない。あー、一皿、あ、違うか、食べ放題の値段上がってるか、ちっちゃくなってるか。あー、くっつけ、あー、あー、なぜくっつかない。動け動け、おらおらおら、あ、おい、ナイス。巻き寿司や稲荷も普通に作ってる、すけさんうどんも。端っこかな、ポイーン。そういえば職場で毎日使ってるキッチンペーパーがさ、微妙にあのテーブルの上にさ敷いてるんですけど、キッチンペーパーを。今までテーブルからはみ出てたから端を折って使ってたんですよ。そしたら最近テーブルの大きさにぴったりになってきて、あれ、なんで今日折らなくていいと思ったんだけど、ね、お値段変わらない代わりにサイズがちっちゃくなってた説ありますね。何にも書いてなかったんですけど、もしかしてこれサイズちっちゃくなった、ステルス値上げ。でもあの今まで折って使っててそこ意味なかったから、まあこれでいいやみたいな。折る手間省けてよかったなっていう。店の人もウィン、こっちもウィンのウィンウィンでしたね。それだそれだ。うわー、おーろろろ、ここかな。あ、いいね。福岡の隣、山口県も福岡の店や文化強いからね。山口県行ってみたいんですよね。あれでしょ、市川さんのご実家があるんですよね。ご実家遊びに行かないと。市川さんのお知り合いがやってる行きつけのバーみたいなところも確かあったと思うんで、行かないとな。でも山口県って、そう、全然知らないんですけど、何を、観光はどういうものをしたらいいんですかね。観光地はスイッチ版寿司ちょっと、え、280円、安すぎやん。280円なんですか。2800円かと思った。あー、違うって。まあいいか、280円は悪った。なるほどね、薄利多売しようっていう魂胆かな。プロモーションで言う言葉じゃないよ。いいじゃないですか、280円。あ、フグ食べるのがいいんですか、ね、値上げしない代わりに内容量を減らすタイプ。すっかすかやんっていうのね、ありますもんね。ほいほいほい、あ、イカ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 、イカはこの辺、どすこい、この辺、
お、いいよ、慣れてきた慣れてきた。ガルさんこんばんは。そう、ロマサガが美味しくなりましたね。こっちから。山口県では松下村塾、塾に行ったらいい。松下幸之助、え、全然誰だったっけって変なこと言ったらもうバカが露呈してしまう。寿司ショットオンラインは任天堂ストアでセール中120円です半額以下になった。フグ、ハギが観光地、オギ、ハギ。山口県は錦帯橋と山賊、山賊山賊とは。ここだ、いけ。あー飛んでいく、ショット難しい。これスイカのあれより難しいかも。やっぱり飛んでいくもん。おい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 、からのからのうますぎた。ふう、やっぱりね、あの計算してますからね。計算し尽くされたショット。消化村塾、石門トンネル歩いて北九州まで行く。でも2週間ぐらい休み取って佐賀県まで行く。あ、市川さんのすぐそこの町か。あ、エヴァンゲリオンか、なるほど。10月にエヴァンゲリオン、じゃあ10月までにエヴァンゲリオン同時視聴しないといけないですね。途中で途中退出 OK 気分が悪くなった方途中退出 OK。 これ真ん中、ここいけると思います。芽ネギ、あ、いけるんじゃないの。 おいおいですね。関門トンネル、錦帯橋、そっか。ウニウニ、おい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 、あー、ウニとウニがくっついたら何になる。穴子になる。アフェルマタさんこんばんは。寿司など久しぶりで、あんまり食べないですか、お寿司。定期的にお寿司食べないといけない人間です。きたー、こっちや、こっちや、こっちや、いけや、ナイス観光は萩小木に吉田松陰が、あー吉田松陰が開いた消化村塾、修法堂、錦帯橋とか古き歴史の観光地として有名。入れて勉強できるんですかね。山賊焼きとかでっかいおにぎりがめちゃ美味しかった。へえ、どこで食べれますそちらは。おいおい、やっぱちっちゃいやつの方が重いですね。これ左にいらんことせん方が良さそうなんで、右から押した方がいいかも。ぐいぐいね。おいやいやいや、天才かやはり天才的なプレイなるほど、P ゲームの寿司版か。銀魂で吉田松陰した人も多い。銀魂に出てくるんですか。こうだ、そうですね、やっぱちっちゃいやつの方が重いくて動かしやすい。さあどうする、さあどうする。この穴子の下に入れたいが、あ、この辺ですかね、無難に。うーん、お、いいね、こっちにやって、はい、うまい。山口県は西は福岡の志向性、東は広島の志向性。志向性ってあれですか、エスカレーターに左で乗るか右で乗るか。九州ってさ、左が左に止まるんですね、エスカレーター。なんかさ、西日本だから、まあ右だろうと思って右で止まってたらエスカレーター、なんかみんな左で止まってて、あ、左かいみたいになった記憶があります。なんで関西だけ特殊なんですかね。京都は左に止まるし、ちょっとよくわからない。
ほいーん。あー、キュウリが隠れた。どうしよう。こっかな。一級ラーメン。銀玉に出るな吉田翔よ。翔よ。ちょっとあれですね。漢字が陰と陽ですね。宇部ラーメン。豚骨系で、なんか中太麺でチャーシューがでかい。へえ、お腹パンチクリになりそうですね。そちら。ここを変えたい。ここの運命を変えたい。そしてこれはこっちだ。あーくー。こう。どうしよう、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 どうしよう。イカ。次は卵なんで。こうか。お風呂さんこんばんは。チム大将お任せコースで。お任せコース、ファイアブリンガー1体分になります。この辺、あの辺、ここで稲荷を2個作る。はい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 、はい、右止まるの関西だけ。どうして右に止まる。他の何ですかね、関西人特有のなんか。うちだけ特別やみたいな、そんな感じ。それで右になった。イカとイカでサーモンになるから、ここにガーンと行きたいところ。あー、はまらぬか。ほっほー。山口省アメリカのニューヨークタイムで今年行くべき観光地で3番目ぐらいに挙げられてましたね。え、ついて2024年の。なんでエヴァンゲリオンだからですか。外国でも人気だし。銀玉は坂本達馬とかでしたっけ。起きた。元がどっちか分かんなくなりますよね。土方歳三。ここか。あっと、おっとっとっと、思いがけずにできたウニ。ここからアナゴにしたい。広島近郊に住みたい。広島って何が美味しい。クックさんこんばんは。仕事中にありがとうございます。エスカレーターで右止まるのは大阪だけ。京都や滋賀も左なんだ。裏切りだ。裏切りだよ。右脳と左脳どちらが発達してるかでエスカレーターの右か左かが決まる。お、嘘。我らあれか、右脳が発達してる。大阪民は左脳が足りてない。悲しいね。ポイポイ。なんかサバばっかりね。サバだらけ。石さんこんばんは。緑茶さんこんばんは。 P ゲーム的なやつですか。あ、そうです、果物的な P ゲーム的なあれです。エスカレーターの諸説いろいろありますが、昔大阪で万博あった時エスカレーターがまだなくて、あ、世界基準の右。え、大阪って世界基準。ああ、なるほど。さすがケンタッキー食べ放題があるだけある。ケンタッキー食べ放題行きたいな。どうする、こっちに作るか、まあ、こうですかね、こうですかね。こう、そしてこう。あー、こう。稲荷と稲荷で卵。こっちや、こっちや。大阪欧米か。広島はぷよぷよまんじゅうが復活した。何ですかぷよぷよまんじゅうって。もみじまんじゅうのぷよぷよバージョン。こっちでしょうと。これもこっちでしょうと。牡蠣レモン広島風お好み焼き。あー、牡蠣いいな。お好み、
牡蠣、もみじまんじゅう、確かに生もみじ美味しいですよね。どうしよう、ポイント、おろろろろろろ、なんかサバ多いなサバが多いですけども、いいんじゃないですか。いける、いどっか行った。右利きの方が基本的に多いんだから、手すりにつかまるなら本当は右が正しいんだろうな。なるほど、右が正しい、本当はつまり大阪が正しい。あらー、悩みどころ。このサーモンとサーモンくっつけたいから、ちょっとここに無理やりにでも、おいおいですな。サバ寿司だらけ。サバ寿司ってさ、めっちゃ食べたくなりますよね、疲れた時とかに。ヒントのためさん、こんばんは。マジ泥みたいな、スイカみたいなマジ泥っていうのもあるんですか、似たようなやつに。怒られないかな。サバの押し寿司がさらに押されちゃう。もみじまんじゅうの見た目がぷよになった。食べたいですねそれ。京都駅はちょっと得して、大阪方面にエスカレーター右止まりで、それ以外の行き先は左止まり。それ分かんないですよねそれ。なんかまあ関西民としたらさ、もう意地でも右にいますよね、そんな京都だったら周りに合わせずに。ポインポインポイン、あーいけるのか、いけた。どうする、ここの間を、いやいや、こっち、いや真ん中行くか左行くか、どうします。このイカ、いや、デルシの民さんこんばんは。牛丼一筋さんこんばんは。広島にもみじまんじゅう作れる教室がある京都の和菓子作れる教室みたいな。安かったので買ってやってみましたが、寿司これうまくない、いかないとウニって叫びたくなりますね安かったので買ってみた買ってみちゃったこのゲーム山田さんこんばんは。中央行く、中央行くか、 OK 行きましょう。あーちょっとずれた。でサーモン、サーモンでエビ作ったらいいですもんね。任天堂ストアでこれポチったらチモさんに何かいいことある。いやとか、ね、あのか間接的にもしかしたらいいことがあるかもしれません。間接的にいいことがあるのかも。動揺しちゃった動揺しちまったぜ。いやとか、ね、プロモーションやってるくせにいやとかよう言うたなという。あー、いいんじゃないですか。なんという天才的な、お、あー、ここにめり込む。おくおくくくくくくく、いいですね。もう怒られるも何も、もう販売しちゃってんだろうな山口県は端っこに住んでると100万都市が一番近いから、県庁所在地の山口市に行く人がほとんどいない。100万都市ってなんか綺麗なとこですか、もしや。わっかっか、こっちに、ごめんちょっと、こっちに。これマグロで押せるかな。マグロをこのサバと、これ矢印あるから説明しやすいなエビとサバの間にマグロをめり込ませることによって、めり込み職人、あ、ブロックされた。どうしよう、はい、どうしよう。エビとエビくっつけられたらな。いや、こっちにかけるか。
うん、こっちでもう一個エビ作る。いいんじゃないですか。おいいんじゃないの。でもね、この芽ネギ邪魔すぎる。何ですか、邪魔して。ほんまにおのれ。お、いいいいいい、こっちから押そう、こっちから押そう。どすこいどすこい。あ、もうちょっと、もうちょっちゅいポイーン。あ、軽すぎた軽すぎた。どうする、こうか、そしてこうか、そしてこっちに。あ、でもどうしよう、イカとイカをくっつけてサーモンになるんか。どうする、こうかね。あの卵と卵くっつけたらサバになるから、こっちに卵来たらショットしよう。それで、そういうことで、でここはもうサーモンにする。いいんじゃないですか。あ、とてもいいんじゃないですか。フードロス美味しくいただきます。チモメンが、オラオラオラ。あー、イカ、イカどうする。ここいけるかな、うまいこと。あ、おいー、どうなった。あ、もうちょっともうちょっともうちょっと、この真ん中の鉄火巻き邪魔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 。ここはこれ間いける。右のサバをイカにしたらでっかくなって、いっエビ押し出せたんじゃ。え、右のサバをイカにしたらジーン。おおお、取るまであとちょっと。ほら、ここにサバ、え、どうかな、こっちにサバ、サバサバ、いやこっちで、ね、結果的にそうなった。結果良ければ全てよし。あー、遠くに行っちゃった。おら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 おい、おらおらおい。サバとサバでイカ、おおおおおお、いいぞ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 。なんでくっつかへんねんバカ野郎。芽ネギをこっちに、え、誰買った人、にひみさんだけ、ちょっと対戦できるのにひみさんだけしかおらんポイーン、よっこらせー。でここに置いたらサバとサバでイカになり、イカとイカでサーモンになり、エビになる。はい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 、神神。残飯処理なら任せなさい。しっかり食べれるタイプですか。がっつり食べますか。こう、くわ、微妙、微妙だ。ちょっとトロ作りたいな。おおおおおおちょっとこれ押したい。あ、あー、ちょっと、もう一回。おい、ナイス。なるほどねなるほどね。え、これエビになりますよね。イカイカでサーモンになって、サーモンとサーモンでエビになるけど、左のサーモンとくっついたらエビエビで、ウニになるか。ただ右とくっつかない可能性が。ビリゾン、ウニとイクラ苦手なので取り合いになったら傍観してます。戦争にならないタイプ、素晴らしい。雷で寿司を全部ぶっ壊してぶっ壊してスコアゼロじゃないですか。こっちと行くか、こっちと。頑張れ。おー、ウニが来た。このサーモンをどうにかして、エビにして、そしてウニにしたい。シュッシュッ。 おいいよ、いいのでは、かなりいいのでは。これいけるかな。
いや、こっちで育てるか。こっちで。あ、卵が来てる。あー、こっち行きますか。サバをどうするか。ここに置いてサバとサバでイカにする。どう？あどうする？ちょっと待って。こっち、卵来すぎ。くっつくわけない。またサバ増えてきた。久しぶりのキュウリですね。あーさん、こんばんは。私はサバとブリとイクラが好きです。やっぱりね、ファイアブリンガーはみんな好きですよね。高いからね、ファイアブリンガー。あー、卵をどうするか。ちょっとこれはポイしよう。で、卵と卵でサバ作って、サバとサバでイカ作って、イカとイカでサーモン作って、サーモンとサーモンでエビを作って処理場。お、いいのでは。もしかしてとってもいいのでは。ここで稲荷作ろう。いいやん。え、どうしよう。ここでイカ行こう行こう行こう。え、なんてレビーさん、こんばんは。熱くなってきたこの部屋。さあ、卵がやってまいりました。卵が。私は卵と卵でサバを作りたいです。こっちに行こう。お、え、なんでそうなった。なんでそうなった。急にそうなった。え、もうちょっとでぶ。あ、イクラ大好き。これ美味しそうですね意外に美味しそうだ。ファイアブリンガー、火ぶり、炙りぶり、めっちゃ美味しそう。寿司廊下さ、くら寿司にさ、みかんの乗ったお寿司ありますよね。みかん乗ってないか。なんかみかんぶりみたいなやつ、あれが美味しいですよね。あー、寿司廊行きたくなってきた。え、くら寿司と寿司廊どっちが好きですか。かっぱ寿司ですか、はま寿司ですか。こっちや。ほいん。いや、まあいい、大丈夫。まあいい、大丈夫こう。寿司圧って何ですか。寿司圧。チューン。あー、こうだ。で、ここで、卵と卵でサバを作っ、いや、ちょっと待って、こっちでサバ作るか。いやー、迷うところ。こういくか。おいおい、またサバだらけになっちゃった。で、サバとサバでイカと。あ、太郎さん、こんばんは。寿司テロですね。寿司食べたい。たまには回転寿司じゃなくて、あのカウンターが食べたいけど、カウンターだとなんかガツガツ食べれない。卵と卵でブリを作るってどことの錬金術。卵と卵でブリを作る。等価交換で持っていかれますね。Y の右腕がこっちか。ここでサバを作っても、あ、ここでサバを作ろうね。え、サバとサバでイカを作り、サーモンにする。完璧完璧なり。あ、どれもいかないよ。そう、あ、みかんの餌食べてるぶり。そう、確か。マグロまであと一歩。マグロご期待ください。ご期待ください。マグロができるかもしれない、これは。サバ多いな。なんかサバ嫌になってきた。サバ食べたくなくなってきた。で、こっちに置いて。はい。いけるかな、これ。こうだ。はい。そしてまたサーモン。あ、じゃ、鉄火巻きだ。ここ。うわーっ押そうかな、押せるかな。ここに入れて、サーモン押して、サーモンとサーモンでエビになるかな。無理か。
やでも次イカとイカ来ますよ。どうしよう。イカとイカ来てサーモンになってここで作りたいですね、エビを。ということはサバは、サバはこっち？で、こっち置いちゃうか。イカがサバの上位互換だと。イカ好き民が怒ってる。丸の寿司に1回だけ行きましたが緊張してあまり食べられなかった。わかる、雰囲気がね、なんか他のお客さんとかねよく見えますしね。私は院長のお金だからバクバク食べましたけど。サバ安くてうまい野菜小屋。いやサバ寿司大好きですよ、大好きだけどこんなに邪魔をしてきたら嫌いになってくる。怒りが湧いてくるぜ。ここでイカ作ったところで、わっ、あ、最悪。ウニの場所が悪かったな。あ、また平民だ、一般兵卒だ。サバって脂が乗ってるかね、美味しさが天と地ほど変わるわね、変わるやね。脂ってどうやって確認します？こうやってこうやってやる、キラキラ、痛恨のミス。あー、お感情なった。今日は値段が書いてないお寿司屋さんで飲んできたのでタイムリー。いいもの食べてますね。お酒何飲んだんですか？お酒飲んだ、お酒飲んだんですよね。かー、更新マジか。サバが邪魔しすぎたかね。お感情ってどんだけ食べてんのよ。すいません、これ院長のお金で引き落としてください。わあ、本当だ、更新間近だ。真ん中に作っちゃうと発射の時邪魔になっちゃうかね。え、本当だ、学んだ。直のお店は怖くて行けない、行ったことないと思う。直のお店でもいいな、その時のおすすめというか今日取れてめっちゃおすすめのやつとか食べてみたいな、海の近くで。なんか私の住んでるところもお寿司屋さんありますけど近くの海汚いから。いや、美味しい美味しいけど近くの海汚いから大丈夫って思う。意外と時間経つの早い。確かに、なんなら噛み締めすぎて顎痛くなってきてこの時間。1時間半ぐらいですかね。1時間半噛み締めすぎて顎痛い。このそう、対戦も4人までできる。ちょっと持ってる人4人いたら対戦する。あ、ちょっと待って、誰とすんのこれ。待て待て、ね、やりませんやりませんやりません。どんな、あ、なるほど。え、これはコンピューター、まさかの。やろうやろうやんやろうやん、コンピューターってやるやん。やったるよ、コンピューターとよ。やっちゃるよ。まあ私が勝つに決まってる。コンピューターなんぞに負けぬ。いかに早く、いかに美しく作るかね。 CPU 戦っぽいですね。これコンピューター1個とコンピューター2個、ちょ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 、コントローラー1個と2個でやるやつやと。お邪魔ぷよ。お邪魔ぷよ来る。お邪魔バランですねこれね。ぷよじゃなくてバラン。お、スピードが求められますよこれ。長考してられない。いいやん、こういうスピーディーなのありですやん。おい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 。おいおい、めちゃくちゃ。あの見覚えのあるエフェクトやめてもらっていいですか。とんでもなく見覚えのあるあのビューンって飛んでいくやつ。お邪魔が、お邪魔バランが。ちょ、これスピードが大切ですよ、スピードが。こりゃうかうかしてられない。これ次の手をさっさと考えて打たないと
お邪魔ぷよぷよじゃないけど、お邪魔にやられちゃいますね。次の手をもうささっと考えてシミュレーションしながら打たないと。でもこれいい頭の体操になりそう。これあのどうですか、ご老人の施設への導入はどうですか。食欲も湧くし、頭の回転、あーおい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 、回転にもなりますし、いかがでしょうか。導入の検討をされてはナイスでは。麻雀とさ、これを置いていかがでしょうか。ポンポンとやった方が意外と点取れるのかも。いいじゃないですか、これ。あー、どこ行っちゃう。あ、ちょっとナイス。ナイスすぎる。あーナイスすぎなかった。これもやっぱりパンパンになったら、おいおいおい、いいよいいよ。敵のところを見る余裕なかったけど、今見たら勝ってる。いいよいいよ。会社の待ち時間に。ナイス。お腹すかして。チョウちゃんが負けるのに200円。あ、200円あったらこのゲーム変えてしまいますね。あ、日本選手ですか。はい。いいですよ。こういうのね、端っこに積むのがセオリーなんですよ。端っこに。全然端っこに積んでない。端っこに積んでいって、で連鎖して消していくと。全然端っこに積んでないですけども。やりますな、初手から。ダメだ、端っこ作戦やめで。全然ダメ、端っこ作戦。多少は考えないと。しか格ゲーのような日本選手。ナイスすぎる。ナイス。ナイスしー。わーわー、邪魔すぎ。ちょっとバランがドットっぽいの面白いですね。バランくんだけドットなの面白い。いやでもこれ友達と1対1でさ、このスピード感でやる方が面白いかもですね。1人でスコア狙うのもまあいいけど、やっぱ命の取り合い、寿司で命を取り合うっていうのもありかも。いやーやっぱね、命かかってた方が燃えるってもんですよ。誰ですか CPU を応援してるのは。おお、来たね来たね来たね。はいはい、1ラウンド目は様子見ってこと。お、イカめっちゃ来る。お、いいやいいや、またおお、イカ、イカじゃない、ウニができたけども、でかすぎてこれは気をつけないと。さっきの二の舞をしてはいけない。負けたら寿司職人みたいな。え、そんな物語の導入みたいな。負けたら夢を諦める。やばい、これ危ない。おう、危ない危ない危ない。これ選択肢狭まってきた。いやー、くっつかない。なんかさ、最近あれ、バクマンをさ読んでるんですけど、漫画を題材にした漫画。危ない、これ気をつけろ。で、あと無料の範囲読み終わったから、次はあのなんとか商店っていう、同じ作者さん、あ、同じイラストレーターさんの。危ないお笑いについて書いてある漫画を読み始めて、通勤時に、仕事の帰りに。やばい、これ右も無理だ。閉ざされた道が。なんかさっきより強くない？あ、こんなん無理やくそー。やっぱハヤトって誰やねん、右の。こうやってし、ゆい、ゆい来た、次ゆい。さっきハヤト、次ゆい。おいおいおい、やっぱね、初手からちゃんと考えないとダメですね。ある程度こう組み合わせていかないと。本気出してきたな、コンピューター。
まあ1戦目はこうスケルトンとかマミーで油断さしといてからのなんか強いやつサタンとか出してくるやつですかね。おい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 、ボコボコ鳴ってるけど大丈夫？これ早く消さないと。とにかく消すことを優先した方がいいかも。どんどん置けなくなっちゃう。サタンさんも早いだけで結構弱い。無能、無能すぎる。やめて、そこマグロ。ああ、私のマグロが。おい、いいよ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 いいね。あー、ちょっとずれた。だいぶずれた。あ、ルールやシゾーの方が強い。シゾーウィグイってやつでしたっけ。敵は三角関係。そう、人間ドラマに巻き込まれたくない。逃げなきゃ。はい。あ、スピードが遅い。敵が速い。敵が、お、いいね。おっきいのできるのは嬉しいんだけど、ただうわっ、置けなくなってきた。はい、うわー、真ん中にでかいの作るのダメだって。あ、ここいけるか。ナイス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 。いいですね、この対戦モード。私こっちの方が好きかも。敵なんか余裕っぽくないですか。いけるか。いいんじゃないの、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 いいんじゃないの。あ、いいんじゃないの。あ、エビがくっつかないんじゃないの。ぷよぷよ大会面白そう。確かにテトリスでもいいけど。おお、アナゴを作ってしまった。あ、敵もなんかいいの作ってる。へっ、すごい。へ、うまい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 のか。わい、うまいんちゃいますの。これいけるかな。うわ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 、飛び上がってきてる。危ない。これ跳ね返ってとかないのかな。いいなあ、フグトくん。ボイス欲しいですね、アナゴさんの。ボイス実装してもらわないと。やっぱ CV で買う人いますからね。日曜日にときめもさ GS1 をやる予定なんだけど、自分で作って驚いてくる。すごい。 GS4 か1かめちゃくちゃ迷って。でもさ、 GS1 のいいところって、まあ、服がダサくて面白いところと、やったことないんですけど、あとさ、声優さんがさ、もうあの、なんていうんですか、ロマサガ理由に世代の方には多分、あ、ロマサガ世代の方には絶対にドンピシャリなんですよ。いや、うますぎる。お前は来るな。で、小安さんとかいるわけですよ。小安さんもいるし、石田明、あ、ちょっと石田明さんもいるし、山口勝平さんとかもいるし、ドンピシャリなわけですよ。もう最近はさ、もう梶裕貴さんとかさ、そういう風な、もう最近の若い子に人気な声優さんになってくるわけですけど、 GS1 に関しては、いや、こんな豪華な、おいおいみたいな、やばい。あっ。いや、難しい。ゆい、強いゆい。強い。くそ、ユイに負けた。そう、強かった。ウィギーって鳴き声みたい。ね、GS1 の声優陣、そう、見てびっくりしました。え、こんな豪華なって思って。連敗だ。ハヤトの本命はユイなのかい。そんな話になってた。ね、本気出してきたな、コンピューター。ちょっとコメント見る余裕がなくってさ、ちょっと今見てますけども。
大変だった。いやでも楽しいですね。やっぱコンピューター戦っていうかバトルいいですね。認知症予防にゲームは実施してる施設もあるな。確かに。確かに。あ、春キャベツさんこんばんは。この1週間体調不良で撃沈してました。あ、もう良くなったんですか。すいません、ちょっと今読めました。プロモーションコードで対戦ってできるの？あ、全然全然できたはず。多分無料でこれできますよっていう感じでもらえただけだと思うんで。ゆいちゃん、フェアス、ゼックス、石田明、アスラン、山口カッペイ、サイサイシ、トキメモ GS1 は実質アナザーガンダム。なるほど。え、ガン、確かに。でも、え、関智一さんとかいるのかな。石田明さんもいるし、 GS1 はすごいよ。いくらチェーン作りましたが、ウニに邪魔されてる。フェアスはガンダム乗りすぎ実質ガンダム。いやー、対戦面白い。ちょっと待って、もうちょっとだけやろうかなと思うんですけど、どれやります。対戦かスコアアタックか、最初のやつか対戦か、どっちやろう。 BGM 変えれたりするのかな。あ、出た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 短いループが延々と続く BGM 来た。BGM 音量、あ、スコアアタックの BGM 楽曲設定。はっ、はい、あ、こんな選べるんだ。アップテンポで焦らされたくない人はまあスローテンポ使ってくださいってことか。はあ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 、マッチ数決めれますよ。え、 CPU の強さ普通なんですか今ので。弱い、普通、強い、はあはあ、選べるみたい。くそくそ、普通に負けたのか。振動全然ないですけどね。 GS1 のメインキャラ緑川光。あ、そっか、メインキャラといえばモデルの人ですよね確か GS1。 そうか、最高やん。本当ですね。ときめも GS1 のキャラクター全員ガンダムの乗ってる、もしかして。あー、コナミサウンドっぽい。どっちやろうかな、スコアか対戦か。まあオートロ作りますか。オートロ3,2,1、オートロ作りたい。果物のゲームの時はね、結構序盤にスイカ作れたんだけど、今は昔、竹取りの大きなありけり。ポイーン。そうだ、最近その通勤時間といっても行きはあのぎゅうぎゅうなんで、帰りに本を読みたいと思ってるんですけど、でも活字多すぎてさ、わけわからん分厚いやつはちょっと私レベルが高すぎてまだその域には達してないので、なんか読みやすい本とかって知ってますか。久しぶりに本を読みたいなと。すごいよ、本を読みたがるなんて褒められて叱るべき。良くなりましたけど完全復活にはまだ遠いです。え、どんな感じだったんですか体調。インフルエンザとか。小説がいいの。あ、そうですね、小説かな。どういうジャンル。あ、ジャンル大事か。え、なんか暗くて重いやつじゃないやつ暗くて重くて人が死ぬやつはちょっとアニメで精一杯なんでじゃないやつ。あ、でも別になんかベタベタな恋愛とか恋愛小説も見る気ないしいちいちうるさい注文が多い野郎だそう、途中で断念する確率が高い。暗くて重いやつしか読んでないえ、それ誰の作家さんですか。どんどんジャンルが減ってくるそこから絞り出されるものは、導き出されるジャンルは一体。
ホラー系？ホラー系？ホラー系？体温下がりそう。寿司詰めの電車に乗ってるなら寿司の気持ちが分かりそう。寿司にね、気持ちなんてないんだよ。寿司に気持ちなんてないんだ。ぎゅうぎゅうに詰めてやればいい。 GS1 攻略できるキャラ全員ガンダム乗ってます。え、本当に？じゃあもう最高じゃないですか。めっちゃ楽しそう。森見トミーヒコの四畳半神話大全とかアニメ化もされてて面白いですよ。小説がアニメ化されている。なんか激しいな今日。こんなんだったっけさっき。うい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 。うるさい。コメディ系のライトノベル。ああ、ライトノベルか。語彙力を増やしたくて。でもいきなりちょっとレベル高すぎるやつだったら多分途中でこれどういう意味なんだろうとか、この単語この漢字わからんって言って調べることに手間取りそう。あのもうガチガチの歴史小説を読もうと思って読み始めた時に本当にもう一文読むのに四苦八苦みたいな。言葉の意味がわからなさすぎて調べるのに時間かかって読むのをやめてしまったのね。なんかこうさ、まずさ風景を表すというか、まず私たちがどこにいるのかみたいな説明から入ったりするじゃないですか。風景、街並みを表す言葉とかいろいろ説明してくれてるんだけど、それが全く分かんないんですよ。ここどこ、あなたは誰みたいな状態から進めなくって、小説初心者すぎて。いい曲やん。岸優介新世界よりは千葉さんでも面白いと思うかも。どんな感じなんだろう。評価の米沢さんの古典部シリーズ。え、ちょっと。あ、船を編むってなんかあれですよね、賞取ってたやつか。写真に撮っときます。一冊読むのにめっちゃ時間かかりそうだけど。アナザーディーブリッジテープ。いや、で小説知ってるのは本当に少ないですね。あ、いいね。あれしか知らない。のぼの城書いてる人のやつしか知らない。和田亮さんのやつは知ってる。何作品か読みました。最近のは読んでない。いや、三国無双やりたくなる。戦国無双とか三国無双とか、この曲聴いてたらいけないね。こんな曲を流してしまって。緑川光るヒーロー、石田明アスラ、ミキシンロック、ロックオン、ロックオンって何。沖合雄良太郎、トレーズ様、トレーズ様、檜山信之、白天田、山口カペ、サイサイシ、小安ゼックス、小杉十郎太、偏見館長、森久保祥太郎、ウイリス、星総一郎、キラ。ホームページに載ってる男性キャラ一応ガンダムに出てるけど、森久保祥太郎は微妙だ。森久保祥太郎は確かにな。私あれペニプリのイメージが強いですね。サバサバ、世界的に有名なのは星の王子様。星の王子様、のぼうの城じゃないです。のぼう、のぼうのぼうって言ってものぼうに聞こえる。ダメだ。めめめめもいい。え、計算一体どれ。ここまで全部計算済み。ここまで全て計算済みである。すごい、ずっこけ3人組。ずっこけ3人組はなんと小学生の時に読んでいた。
そういえば、いや今思い出しました、懐かしい。なんかね、図書館にあったんですよ、学校の。そうだそうだ、なんかドハマりして読んでたな。アニメ、ドラマ、ドラマも見てたし、ツッコケ3人組の。なんかドラマの、ドラマをどっかで見れて、再放送とかじゃなかった気がしますね。どっかで見る機会があって見た。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ぽいぽい、ぽいぽい、ぽいぽいぽい。あ、みやびみゆき。はいはい、あのブレイブストーリーとかでした。恋愛小説、映画などの場合は拒絶です。自分の人生観に全くそぐわない。でさ、最近さ、全然興味なかったんだけど、ハイキューの映画見に行った時に広告でさ、エリーはなんとかかんとかみたいな恋愛映画みたいなやつの広告挟まるんですけど、あーなんで、あれがなんかちょっと面白すぎて、絶対高校生じゃないやんこいつみたいなちょっと失礼ですけど、なんかゲラゲラ笑ってしまって。恋愛ものなんですけど、なんか俺と恋愛してみるみたいな感じでなんかゲラゲラ笑っちゃっていや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 みたいな、こんなん現実でいたらおもろいわみたいなドってなっちゃって、なんか笑いが止まらなさそうで気になってはいるかな。邪道な見方ですけど、猫である。あ、そういえばなんかそのあたりの、その星の王子様とかさ、我が輩は猫であるとかで思い出したんですけど、あれ銀河鉄道の夜読んでみたいけど、多分難しくて理解できないと思うんですけど、どう思います？読んだことある人います？とある大学生がバラ色のキャンパスライフを求めて様々なサークルに入り、様々な末路を巡る。オムニバスなので読みやすい。どんな、なんてやつだっけ。あ、四畳半神話大全。心、福沢諭吉。頑張れ五右衛門感がある。クラッシャー・ジョー読んでください。クラッシャー・ジョーさんの名前の元ネタですか、それは。いいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんじゃないの。どう、ほい、結構飛んでくねんな。いやーね、あ、若子、え、若子だけって小説なの。あ、夜は歩、短し歩けようと思う。あれね、表紙の人が誰だっけ。超主語の女子大生の黒髪の乙女が主人公ですね。中村さんでしたっけ、イラストレーターさん。あ、テス山本さん、はい、おやすみなさい、ゆっくり休んでください。銀河鉄の夜あんま合わなかった。割と読みやすい、本当に。フォーチュンクエスト、その映画館に行ってずっと笑っててほしい。絶対爆笑すると思う。ちょっと誰か見に行ってほしい。ちょっと互いに見に行きましょうよ。エリーのなんとかかんとかみたいな。引くわって思った。なんかそう、ありえなさすぎて絶対これ爆笑するやんってで友達と言ってました。なんかてんてんてんってなって。革命革命革命パチンコやっとるんかい。核変か、パチンコは。ちょっと待って、こいつもうなんか左に可能性を作ろう。こっちだ、こっちだ。あ、劣等生もの、あのレールガンみたいな。私の名前アンナカレーニナの登場人物から取ってますから、長いからおすすめしないです。アルテマニアのサガフル2の小説はおすすめかななるほど、それ読んだらいいんか。そう、中村雄介さんか。
なんで縦になるよ。ここでサーモンをもう一個作りたい所存。え、ナイスすぎ。なに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 、文字に読み慣れてないなら星の王子さんは短いし本当におすすめ。え、どこで買うのがいい。あ、図書館製造も正直気になってます。やっぱイラストがいいなと常日頃から思っております。きた。え、どうしたらいい。もう一個アナゴを作ればいい。どうやってアナゴ作る。このエビちゃんを、エビちゃんを進化させたらいいのか。エビをもう一個作って、エビをもう一個作るにはこうでしょ、でこうでしょ、もう一個サーモンを作ろう。どすこい。いや細かいやつが邪魔すぎる。わあわあわあ邪魔だ、いろいろ。クリムゾンの迷宮、初めて聞くやつばかりだ。皆さん読んでるんですね、小説を、活字を。星新一のショート SF 小説。あ、活字慣れ、活字慣れ助かる。右で作っても左の穴ごとはくっつかねえ。おー、でこっちで新しく作って。サバはよく来ますよね。おら投入するか、サバを。おらおら、うん、これちょっとマジになっちゃいますねマジに。マジになる処理場、ゴミ処理場。あ、イカが来たけど、ちょ右気をつけないとな。はい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 。極道くんまゆうき、花のようになんとかのように色を変えていく。おらー、だー、くっつかない。んー、フードロス増えてきた。頑張れ。ほい、あー、くっつけ、ここだ。あー、なんとかくっつかないんだ乗れ、どうしよう、やばいな、この左なんとかしたいんだけど。いいね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 、ここから、はいはいはいと、はいはいはいと、いいね。カフカの変身、確かに短いの助かる。クリムゾンの迷宮もいい。あ、東野敬吾ってさ、すごい慣れたものしか読めないイメージがあるんですけど、全然ミリシラのものからする感想、ミリシラ勢の感想によりますと、これいけるか。ここに置いて、あ、くっつけ、おい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 、この曲気に入った気に入った、この曲。デッドスペースをなんとかしたい。はいはいはい、大丈夫大丈夫。お、ここでサーモンをなんとか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 、うなごはクワクワク、くっつけよくっつけよ。どうしよっかな。すごい更新した、やったね。どうしよっかな。どうしよっかな。こう。こう。イカを。これ怖いな。跳ね返って。ジエンドになりそうな予感もする。いや、行くか、行っちゃうか。いや、どうしよう、ビビっています
でも左にしないともう左。おい。おい。おい。こっちくっつけよう。おい。おお、穴子できたけど。穴子できたけど。あとはエビとエビをくっつけないと。小説は活字になれること。文献、文章能力や想像力など身につくものが多いけど。なんかね、今や、いや前からちょっとずつ読んでた漫画に、めちゃくちゃ勉強のできないというか、学ぶ環境にあれなかった女の子がどんどんこう学んでいく、世界を学んでいく、すごいねいい漫画があるんですよ。でそこで先生役の人が本を読みなさいって言うんですよ。で一緒に銀河鉄道の夜を朗読するんですよ。で最初はなんでこんなの読まなきゃいけないの、わかんないしって言うんですけど、だんだん朗読していくうちに、で目的をね見つけていって、そうだんだんこう、まあ、賢くなっていくっていうとちょっと違うね、こう教養を身につけていく、なんだろうね、こう人生が色づいていくみたいなそういう漫画があるんですけど、めっちゃ好きでですね、その影響を受けて小説読まなきゃ。はい、今回なんか卵が邪魔してきてる。ほい、いけるか。あー邪魔すぎる。前言ったことあるかもしれないです、あの配信で言ったかも、先生のお人形っていうやつですね、漫画です。自分の感情が言語化できないから分かんない、何が嫌なのか、あー分かんないみたいな。そう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 、赤い実弾けた。わー、とりあえずスコア更新したけどトロは作れなかった。イカの崖に勝った。あ、孫子ね孫子読まなきゃ、孫子。よしよし、卵が邪魔してきてもタバコのび太のママの、え、タバコマーケットのことは嫌いにならないでください。酔っ払っているのか確かにのび太のママはタバコ。あ、いきなりアップしましたね、知人になった。お、知人いいやん、呼ばれたい知人と。トロは作れなかった。え、トロはカトル。本をおすすめするのって結構難しいです、やっぱり好みが個人差あると思う。確かに、元書店員の意見。書店員ですよ、私も本屋で働いてたけどそんなこと気にしたことないですよとりあえずレジに持ってきたも、持ってきてくれたものを売るみたいな。全く本読んでなかったし、なぜバレた。いや、なんかわかるでしょこんな感じです。トロが作りたい、トロ作ったら満足するいやちょっと待って、最後対戦する、最後対戦して誰でしたっけ、ユリ、ユリに勝って終わるか。いや勝てるか分かんない、とりあえずこれラストにします、これラストに。やっぱ命の取り合いですよ。寿司でバトルゲームってやばいですね。ジャンプで連載しないかな。寿司バトルゲーム。リコになってる。え、さっき何でしたっけ。やっぱバトルですよ。バトル漫画。さっきはユイだった。あ、そっか。え、3人目がユイじゃなかったですっけ。もう曲がいい。ほうほうほう、このね多分リコは弱いんで、のんびりやる、のんびり。
体力温存しよう。やばい、噛み締めてる。顎が痛い。あ、食なんとかの相馬。食撃？あ、なんか強くない？さっきよりも。おい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 。強いのでは？スピードアップしなくては。これなんかでかいの作ってません？おい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 、早い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 。とりあえず同じのをくっつける。くれい、多いんじゃないの。明らかにさっきより強くなってる。ポイ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 。キュウリ。ポイ。お、いいよ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 。これでサーモン作って、おーいおいおい、すごい。大喜び。いいじゃないですか。そうだ、東方シネマズってさ、東方シネマズって何日前から撮れるんだっけ。後輩ちゃんと、まあ、東方シネマズかはっきりとは決まってないけど、後輩新人さんと映画に行くんですけど、私がチケット取るから。よいしょ。あ、なんで強いって。あ、なるほど、知人になったから相手もそれぐらい。なるほど、そういうこと。達也、ザ・タッチ、津田健。この寿司店はバトルシティとなる。津田健ってあんま乙女ゲーム出ない。飛ばしすぎた。いいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんじゃないの。これやっぱ速さが勝利の鍵、速さが。これ多分ゲーム始めたての方が脳みそがフレッシュだから、正確な判断下しやすいでしょうね。早く、この0時前にバトルものはちょっとありえない。判断が鈍ってる可能性がある。早いって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 非常に早いって。やばいっぴ。やばいっぴ。ほいほい。ほいほい。あ、あ、阻まれてる。え、強ないですか？さっきより明らかに強いって。あ、いいよ。あ、いいよ。まあいいか。うわあ、微妙だ。ほい。ああ、いか。くわっ、スペースがない、スペースが。あ、いいね、いいね、いいね。天才だけどスペースがない。かわいいね。このバランを潰さないことにはね。あ、なんでくっつかない。あ、うまい。あ、うまい。あ、うまい。達也に負けちゃう。やだ、負けたくない。バラン、バラン、向こうにやりたい。いけいけ、芽ネギ。いけ、芽ネギ法。シュン。メネギ法成功。あ、なんで詰まるの。あ、来た、イケメネギ法。
おーろろ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 ろ、あ、向こうもなんか死にそうやぞ、向こうも死にな、これちょっと強いですって、強い。3日後までですかね、3日後。バタンキューや、お時間や。芽ネギ法を頑張りましたよね、シューンって言ってた。自爆した。もうちょっと待ってたらよかったかも。昔バイトで東方シネマズ働いてたけどよくわからん。ポップコーン売ってた。東方シネマズ結構回転早いから好きですよ、売り場。助かる。お愛想で、お愛想で。くわー、ストレート負け。え、ちょっとこれ向きになるな。配信外でやろう。対戦腹立つからやろう。これもうちょっとね、人口が増えたら、あのみんなでね、しかも4人でできちゃうっていうか最高やんってやりたいですね。一切投げなければ負けない説は。ああ、なるほど。バランがそのね、ちっちゃいですもんね。どうだろう。そうですね、上がりをいただいて。お会いそうだ。なかなか面白そうだね。なんかあの果物のやつと似たような中毒性は感じましたね。知らないうちに食いしばってた。名言で対戦すっか。買ってくれるんですかこれ。今なら140円らしい。マグロできたらポストしてもらって。あ、いいですよ。対戦ゲームだったらマグロできないか。スコアアタックじゃないと。マグロしたいですね。スイッチだから簡単に上げられるか。いや、私スイッチとツイッター連動してないか。マナラお安くなっております。ます。ではでは、今日は初のプロモーションでした。スイカできたら教えてください。スイカはできます。別のゲームですね。え、会社違いますよね。あ、スイッチがないぜなのだ。スイッチがないことには泣くか。しくしく泣きますか。あ、ポイントでか、これポイントなんてあるんですか、スイッチ。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。寿司ショットを初めてプロモーションでさせていただきました。この中毒性のある短いイントロのループ、 CPU に勝てない。まずかさん、やった。むずいですよね。結構熱中して寿司を投げちもうたですね。結構ブンブン寿司投げちゃいましたね。食に対して無礼なことをしました。レミさんお疲れ様でした。ゆっくり休み、明日に備えてください。おやすみなさい。ありがとうございます。あきかんさんお疲れ様です。西さんお疲れ様でした。母さんお疲れ様でした。明日はお寿司食べよう。いいな。今月って私メンバーシップ配りましたっけ。あ、配ってます。あーさんお疲れ様でした。明日、あ、読んだ。すいません。せいさんお疲れ様です。あ、オクトラコンサートとか土曜日ですもんね。楽しんできてください。今塚さんお疲れ様でした。山さんお疲れ様です。ヨンダさんお疲れ様でした。寿司食いたくなってきた。私も明日行きたいな。くら寿司かスシローかはま寿司。高木さんおつショット、化け物語的な。ネコネコさんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。やりたくなるというか食べたくなる。で、明日お寿司食べた人は報告お願いしますよ、ハッシュタグちもんちで。今度の休みは寿司決定やのおつでした。はい、チョロリノさんお疲れ様です。オムロさんお疲れ様でした。ニーミさんおつにして面白かったです。いつか対戦しました。いいですね。もう買い切りですもんね、これ。ホイキプチさんお疲れ様でした。この休み中に体調を回復させます。そうしてください、お大事に。タキロさんお疲れ様でした。投げたのではなく食べたってことで。やばいぐらい食べましたね、もう。もういい、絶対弾けました。中身飛び出た。タキロさんお疲れ様でした。あ、いや、今読んだ。すいません。クラッシュアジョさんお疲れ様でした。熱い戦い見れました。あ、フリーで最終回か、今日。見ます。ありがとうございます。サバカさんお疲れ様でした。ちょっと寿司買ってきます。行ってらっしゃい、今から。
セシーさんお疲れ様でした。エルチミさんお疲れ様でした。エリさんお疲れ様でした。下寿司評価 4.0 高いやん。味よし。大将が美人さんだね。ワイが大将。ただたまに絶叫してる。おやすみ、おやすみなさい。フェルマタさんお疲れ様でした。ネバリさんお疲れ様でした。明日は寿司だ、食べたい。つぶさんお疲れ様でした。寿司会ええやん、明日はみんな寿司やね。配信の幅が広がって嬉しいですね。ではね、ありがとうございます。ちょっと縁側食べたいの。あの画面もしかして胃袋ってこと？え、この寿司ショットの背景もマグロじゃなくてもしかして胃袋？捨ててくたらさんおつおつ握っておくれ、おやすみじゃん。じゃあの津田さんおつでした。寿司も食いたくなったし、スイッチも欲しくなった。明日友達一家2組とパーリーだから、その時に出前寿司頼もうかな。出前寿司頼んで寿司ショットもね、なんかスイッチ持ってきていただいて遊んでみてはいかがでしょうか。リントのためさんお疲れ様でした。日曜チラシ寿司やめて寿司買ってくるかな。日曜の献立が変わる。ファミマの寿司買ってくる。はい、いってらっしゃいませ。ファミマに寿司売ってるんだ。土曜日はロマサガリユニバースの予定だったかと思います。ちょっと確認します。で、日曜日は初のときメモ GS1 をやるんですけど、全然わかんないのでちょっとアンケートとか取れたらなって思います。それではありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさいませ。間違えた、ロマサガになっちゃった。危ない。攻略キャラはアンケート、選択肢とかアンケート取るのもいいかなってちょっと思ってます。あ、期間さん早い、すみなさい。ではでは。